2メートルを超える身長と長い手足が武器の秋広優と、長い歴史を持つ NPB 史上でも最長身であり、まさに規格外というような恵まれた体格をしています。巨人軍に入団する前はその恵まれた体格からホームランを量産し、高校通算23本を放つスラッガーでした。プロ3年目となる昨年には1軍でプロ初本塁打を放つなど、期待された打撃を見せた秋広でしたが、今季はオープン戦から調子が上がらず、2軍暮らしが長い状態です。そのスケールから将来は球界を代表する選手になれそうだと期待されている秋広ですが、なかなかつかみきれずくすぶってしまっています。そこで本日は秋広の覚醒のきっかけとなる人物について紹介していきたいと思います。大谷を参考にする秋広、その身長や手足の長さから秋広は入団当初から大谷翔平と似ているとよく言われていました。特に外角の球を逆らわずに広角に打ち分ける打ち方は大谷の外角のさばき方に非常によく似ています。さらに大谷の日本時代の同僚、そして昨年まで巨人軍で共にプレーしていた中田翔からも、秋広は大谷の打ち方をよく聞かせられていたそうです。秋広はオフシーズンに中田の自主トレに参加するなど、中田を慕い師と仰ぐなど親密な関係で結ばれています。その師匠からの助言をきっかけに、プロ3年目にはその才能の片鱗を見せます。昨季の2023年シーズン、プロ初となる本塁打や4試合連続本塁打などを含む10本塁打を放つなど、高い長打力をアピールし、クリーンナップとしてレギュラーに定着しました。しかし結果を残すと警戒されて対策されるのがプロの世界です。秋広も例に漏れず、左投手に滅法弱いなど打撃の弱点を研究され、シーズン終盤には快音が聞こえることは減り、左打者が先発の時はベンチに待機する試合がほとんどになりました。そのままシーズンが終わり、今季のキャンプが始まった際、さらなる覚醒を求めて巨人軍の指揮官の阿部監督は、大谷の本塁打の動画を見ろと秋広に指示しましたが、今季は春先から打棒が上がらず、1軍で彼の名前が電光掲示板に灯る試合はなかなかありません。メジャーでもトップクラスの打撃力を誇る大谷とは異なり、秋広の視線上は2軍であり、そこでも打球に角度がつかず本塁打はあまり出ていません。秋広が巨人軍の1軍の不動のレギュラーとして定着するためには、もう1段階2段階と進化する必要があります。しかし大谷の打撃フォームを参考にすることで、どうもくすぶってしまっている秋広の姿を見て、巨人首脳陣は方向転換を考え始めました。桑田が提言する秘策、大谷のような高身長なため、どうしても大谷のような身長や手足の長さを生かした破壊的な打撃を求められる秋広。しかし大谷のパワフルな打撃は、彼の身長や打ち方だけでなく、体格の良さや筋肉量などから生み出されるものであり、筋骨隆々の大谷と比べてしまうと、秋広はまだ胸板が薄く線が細いです。もしも同じようなスイングを身につけたとしても、内在的なパワーの違いから大谷のようなアーチをかけるのはなかなか難しいでしょう。球界関係者からも、大谷の打撃は大谷の才能や能力がありきのものであり、他の選手の参考にはならないと語られています。そこで秋広が参考にすべき打者がチームメイトであり先輩である坂本勇人です。言わずと知れた一流選手の坂本は、数々のタイトルを取り常に優秀な数字を残し続けていますが、彼が長らくチームの主軸として指揮官に信頼されているのは、進塁打や犠牲フライなどの数字には見えないところでの自己犠牲によってチームに貢献をしていたことも理由にあるでしょう。2軍のミーティングでは、坂本のようなチームバッティングをお手本とすることが上がっていました。
7月26日の2軍戦で秋広はワンアウト2塁の場面で右方向への安打を放ち、チャンスを拡大させて後続の敵地打を演出しました。桑田2軍監督も秋広のケースバッティングを成長していると評価し、秋広自身もチームに貢献する打撃を意識したと語っており、ケースバッティングの意識が彼の中にも根付いていることが分かります。阿部監督はバントや進塁打などの自己犠牲を重視した采配を好む堅実な野球をする監督なため、チームバッティングができるようになれば指揮官から信頼され一軍に呼ばれることもそう遠くないかもしれません。期待している坂本のような状況に合わせたケースバッティングを取り入れ、一軍へ返り咲こうと日々練習に励む秋広。一方でその坂本も秋広を次世代の巨人軍を担う有望な若手選手として高く評価しています。坂本は秋広のプロ野球選手としての能力の高さについて、身長の大きさから生み出されるパワーは打撃音も他とは違い、さらに柔らかさも兼ね備えており、体の使い方がうまく身体能力が高いと彼のその潜在能力の高さを大絶賛していました。さらにテレビ番組に出た際には一番注目している選手として秋広の名前を挙げていました。そして坂本は秋広のキャラクター性についても言及していました。昨季3年目を迎えた秋広がシーズン途中で坂本に対し、かつて3年目に打率3割6厘本塁打18本の好成績を収めた坂本と自分の成績を比べてこれを越せるように頑張りますと歴史的な数字を残してきた大先輩にも物おじせずに、積極的にコミュニケーションを取るようなやんちゃさを持っていると坂本は語りました。さらに同僚の長野久義が語った、師匠の中田に仕込まれたのか、秋広は受け答えや返しが若手の中で一番うまいというエピソードに坂本は笑いながら、そうそうと同意するなど、秋広のチームメイトに愛される明るいキャラクター性も将来スター選手になるような大物感を感じさせます。いずれ自分が引退した後の巨人軍の主軸を担い得るのではないだろうかと坂本は大きな期待をかけているようです。今季はなかなか一軍から声がかかることが少ない秋広ですが、首脳陣だけでなく先輩をはじめとしたチームメイトからの期待に、得意の打撃などで結果でしっかりと応えて、再びクリーンナップを張ってチームの主力となれるかどうか注目がかかります。いかがでしょうか。昨季中田から大谷の打撃を参考にしろとアドバイスを受け、見事にブレイクを果たした秋広。しかし研究や対策をされ、今季はオープン戦からなかなか調子が上がらず、一軍から声がかかることは少なくなってしまいました。しかし坂本のような自己犠牲の打撃を意識することで、その打棒が復調傾向にあります。秋広は坂本自身も期待するようなスター選手になれるのか、これからも秋広優斗に期待していきたいですね。このチャンネルはこれからもプロ野球が盛り上がっていくことを期待して、注目記事に迫っていきたいと思います。この動画が良いと思った方はいいねとチャンネル登録をお願いします。